ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は1973年10月14日、蔵前国技館で行われた世界最強タッグ戦、猪木坂口対テーズゴッチの試合を振り返ってみたいと思います。試合は90分3本勝負で行われました。テーズとゴッチは初のタッグ結成です。まずは1本目、テーズが坂口から取り、2本目は坂口がテーズから取り返します。運命の決勝ラウンド3本目、猪木がゴッチに勝利し、2-1で猪木坂口組が勝利しました。猪木坂口ゴールデンコンビのさらなる飛躍のきっかけとなりました。